はい、皆さんこんばんは。今回はね、遅いとか言わないでね、あの韓国の、旅の様子ができたので皆さんに見てもらいたいと思います。それではスタート。はい、到着しました。到着したのはお昼過ぎぐらいかなに到着しました。はい、今チキン屋さんに来て、トッポギ、トッポギで、これがチキンですね。見て、メニューの、そう、全部で、でも、なんとなくたどり着きました。どう？いや、美味しいよね。なんか手羽先、ま、みたいな感じなんだけど、うん、全部サイズちょっとバカだよね。うん、ちょっとバカ、うんうんうん、それはちょっと悪口だよ。じゃあ、優しく言ってみて。じゃあサイズさ、うん、ちょっとバカだよねサイズさ、これで2000円ぐらい、うん、19,000円。あ、安いわ。あとこれはフリ、あの、そう、マジで。ちょっと寒すぎない？寒い、やばい。これコーヒーでしょ。カイロ買ったんだけど全然暖かくない。30度ぐらいですか、カイロ。うん、多分全くぬるま湯ぐらい。このコーヒーもめっちゃセブンのコーヒー。だそうです。はい、こんな感じでずっとお店がこうやって並んでて、もうね、ずっと入れる、本当にね、飽きなくてすごく楽しかったです。今10時半ぐらいなんですけど、まだまだ人いっぱいいるし、お店もね開いてて、なんかすごいなって思います。ご飯屋さんよりもご飯屋さんよりも服屋さんの方が開いてるんですよね。まあ、ぼちぼちね、閉まるお店も多くなってきて、夜だからね。何これ？で、このティーマニーみたいな、なんかわかんないけどスイカみたいなやつで、地下鉄に乗ることができました。まあ、全部ななちゃんに教えてもらったんだけどね。はい、次行くときは自分で乗れるように頑張ります。ありがとう。はい、で、このファイヤーバッグが教えてくれたこのお店に、バーにね、行って夜は楽しみました。すごいね、ずっとね、あの DJ がいて、あのレコードで音楽かけてて、しかもずっといい音楽しかかからなくて、本当になんか、あ、こういうとこいいなって思いました。汚い部屋はい、おはようございます。今日は2日目で、もっと早くね、
街に繰り出す予定が。今何時ですか？1時とか2時とか。爆睡してたよ。二度寝して、ちょっと爆睡しすぎ。あの、インドネシアから帰ってきて、大阪ね、行ってて、ちょっとね、今までね、もっと早く準備すればいいのに、二人でね、あのいっぱい曲をシェアして、踊りまくって、二人で。パーティー。はい、ミョンドン来ました。なんかあの、結構さ、コロナで廃れてるみたいな。見たけど、なんかそんな感じもしないというか、普通に人いっぱいいるよ。何それ？美味しそう。あ、何？かぁ。かぁ。じゃーん。あ、美味しそう。あ、それっぽい。じゃーん、にゃらえ、美味しそう。待って、これ食べたことある、これ。待って。パパ、ママ、覚えてる、これ。そうだよ、そうだよ。あ、フットロッカー。かわいい。ひら。ん？練乳。どう？あ、まだ食ってない。あー伸びない。反応おいしい。うん、練乳いらないかも。うん、 Thank you。 マスマスマスなんだっけ。あ、3分いる。ねえ、あのね、チキンに残しておいて。外で食べれるの？寒いね。イエーイ。なんちゃなんか壁の色と合うね。服、お洋服が。今からチキン食べますけど、昨日もチキン食べたね。うん、でもやっぱ来たからには食べたいもの。で、ナナちゃんのお友達のおすすめ。はい。のお店。ビーチ。逆だった。楽しみ。フォークで行くの？手で行くの？でも熱いんでしょ。熱いです。行ってみます。チーズボール落ち着けない。まだまだ見せる。来たの？下手くそだね。行きます。おー、うん、うまい。ちょい伸び。うん、チーズのボールって感じ。うん、これ何なの？ケチャップ欲しい。あ、え、なんかレモンソース。あ、うんうん、甘い。サワーすごいね。うん、うわ、すごい上手。めっちゃ上から上手。ついに来ました。これが何だっけ。プリンクルっていう、うん、なんかやつ。プリンクルっていうやつ。粉を、粉、チーズの粉をまぶしてある。太らせ肉です。これがちょっとあの辛くないチキン。いきます。うわー、やばいってこれ絶対。やばい。あ、おいしい。めっちゃ粉かぶって。おいしいね。うまい。うまいんだけど、なんだろう。これ。でもうまい。やばいな。普通だった。普通にいきます。これ、おいしい。なんか、トッポギじゃなくて、なんていう
しい。なんかあれだ。うん。なんかあれだ。一応これなんだけど。わかる。楽しい。あと1時間ぐらいしかない。マジでやべえ。もうなんどのぐらい時間、お土産買った時間ね、そんななくてバッタバタだってね。バッタバタだし、これ5分ぐらい。そう、コーヒー待たされて、今電車待ちです。今からセッション行ってきます。ちゃんと拾います。やっとに30分。じゃあ、ブーム。はい、なんか髪すごいな。おはようございます。今日は、ソウルじゃなくて韓国3日目なんですけど、今日は、セジョンっていうところに向かって、ワークショップをします。で、ソウルからね、ちょっと離れてるね。だいたい、1時間40分、2時間ぐらい離れてるから、それを自分でバスで行かなきゃいけなくて、ちょっと怖くてね、朝ちょっと早く出て、バスターミナルにもう着きました。ちょっとご飯食べてゆっくりしようかなと思います。寝起きかやばいけど、朝っていうか、昼からバーガーを食らいたいと思います。ノーブランドバーガー、なんかいっぱいあって、なんか入ってみたいと思っていた。また食べてばっかりって言われそう。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。アメリカの動画上げた時に、認可先生、アメリカの動画見ました、食べてばっかりでしたねって言われて、キッズの頃。あ、確かにそうだった。美味しい。あのお肉でかい。やっぱりせっかく来たしね、食べるからにはね、食べたいんだ。はい、ずっとスタジオでね、通ってくれてた早川さくらちゃん、さくらちゃんがなんとワークショップに来てくれました。そしてね、ロッキーも、ね、日本語上手。日本語超上手。あ、日本語ちょっとできます。はい、すごくできます。ありがとう、ね。今はあのご飯食べましたね。苦しい、本当にこっち来て多分太ったと思う。わかる。でもあのすごく楽しい。ナナちゃんは最後の日、私はあと2日楽しみましょう。楽しみましょう。あ、やばい声。おはようございます。今日は最終日、声やばいな。ワークショップで先に過ぎたなんですけど、もう何、疲労
が本当にすごくて、もう正直もう何もできないっていうぐらい、なんかなんていうの、もう心身ともにね疲れ切ってて、もうねとりあえずチェックアウトの時間延ばして、まあホテルを出てきたんですけど、今日ね起きれなくて最初はさって感じでした。奈々ちゃんはもう先に帰っちゃったんですけど、私はちょっと大爆睡したけど、もうまだまだ眠いから、いやどうしよう、今からはねノープランちゃノープランだけど、ちょっと本当に眠いから、本当にカフェとかで一回爆睡しないと体がやばいからちょっと考えます。街並みがなんかこう都会っぽくなってきました。はい、今声出ない、友達がレストランあるので今とりあえず一人でショッピングに出るんだけど、どこよここそう、あのなんだっけ、この何カード使って行くんだけど、なんかノーリで行こう。正直ね、もうここどこかよく分かってなかったけど、なんかね、もうノリっていうかね、なんとかなるもんですよね。はい、まあエスカレーターが長いですって多分言ってます。はい、でそんでなんかもう気づいたらついてた古着屋さん、本当になんとなくで、本出ってどっちの方向にありますかって聞いたら本当についてた。はい、本デーで一人でショッピングしてます。お土産をいっぱい買って、どうなのこれ、これ買ってしまったよ、まあ、これでね、すごい俺さ自分の機嫌をとってね、また頑張ろうと思いますね。ちょっと見てほしい、これすごいでしょ、ネオンが。多分本デー来たことなくて、来てみたらねめっちゃいいから、これは家族でも来たいな。こういうさ、あれだよね、なんていうの、プリかプリクラ屋さんみたいなのがめちゃくちゃいっぱいあります。あとなんか iPhone ケース屋さんもめちゃめちゃ多い。これはなんだ、カラオケ、うわ、いやー若すぎる、本当ですか、私の半分やん。はい、皆さんこんにちは、リンカです。とりあえず今帰ります。めっちゃもう2週間ぶりくらいのに帰る、超楽しみです、帰るのが。はい、で多分もう今旅をしたら、旅したっていうか何、海外遠征は多分もう発表会終わるまでないかなと思うので、まあバトルでとかっていうのはないと思うので、なんかこう思う存分も思いっきりやってきたような感じがします。ということで日本に戻ってきました。韓国はすごく行きやすいというか、 PCR もワクチンを打ってればいらなくて、でチェックインするのも超スムーズで、はいはいはい、ゴーみたいな感じで、国内を移動するのっていうくらいすごくスムーズでした。はい、韓国はすごく好きなダンサーとかかっこいいダンサーがいっぱいいるので、またすぐに行きたいなって思ってます。一緒に遊んでくれたみんなとか、練習してくれたみんなとか、ケアしてくれたみんなに本当に感謝したいのと、
対抗してくれた先生たち感謝したいです。そして早く会いたいみんなに。だからもう急いで帰ります。ここからね、日本着いてまた3時間あるっていうのがね長いんだよね。けど爆睡したいと思います。バイバイ。皆さん、ワンムーブダンスチャンネル登録よろしくお願いします。